おはようございます。星野瑠璃です。2023年府中牝馬ステークスの予想ということで、今週は土曜日に東京で府中牝馬ステークスが行われます。今年は G1 馬の出走がないんですが、金走で重賞好走実績がある馬が多く出走してきますので、かなり混戦なメンバーとなりました。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、4歳馬、2015年から8年連続で馬券に絡んでいます。特に G1 で3着以内の実績がある馬に注目です。今年出走する4歳馬はコスタボニータ、エリカビータ、ルージュスティーヤ、ストーリア、ルージュエバイユ、プレサージュリフト、ライラックの7頭となっております。この中で G1 で3着以内の経験がある馬はライラックの1頭のみとなっております。続いてデータその2、ビクトリアマイル組、その年のビクトリアマイルに出走していた馬が毎年馬券に絡んでいます。ただ過去10年で2勝しかしておらず、2017年からは6年連続で勝てていませんので、2着3着候補として考えるといいんじゃないかなと思います。今年出走するビクトリアマイル組はディヴィーナ、ルージュスティリア、アンドバラナウト、伊豆城の奇跡の4頭となっております。そしてこちらがビクトリアマイルか府中牝馬ステークスに直行した馬の成績になっています。過去10年で14頭が出走していて、馬券に絡んだ馬は3頭のみとなっていて、3頭とも3着止まりですので、かなり成績が悪いです。今年はアンドバラナウトがビクトリアマイルの直行組となっております。続いてデータその3、1着馬、ビクトリアマイル組がなかなか勝てていないということで、こちらが過去10年の勝ち馬の一覧となっています。色がついている馬はビクトリアマイル組になります。勝ち馬の共通点としては、過去10年は4歳馬か5歳馬しか勝っていません。過去20年で見てみても、4歳馬か5歳馬しか勝っていません。そして10頭中7頭が前走で連帯していますので、4歳馬か5歳馬で前走連帯している馬が1着候補となります。今年1着候補に該当する馬はストーリア、ルージュエバイユ、ディヴィーナの3頭になるんですが、ディヴィーナはビクトリアマイル組ですので、さらに絞るとすればストーリアとルージュエバイユの2頭が1着候補となります。ここまでがデータの紹介となりまして、ここからはまとめに入りたいと思います。土日は天気が崩れる予報なんですが、土曜日の東京は晴れ予報になっていましたので、おそらく両馬場で開催されそうです。タイムも速くて絶好の馬場なんですが、先行馬が圧倒的有利というわけではなく、差し馬もかなり馬券に絡んでいるし、内外の差もなさそうです。しかしペースが遅くなれば逃げ先行馬がかなり粘りますので、ペースがどれぐらいになるのかの分析が重要になると思います。ということで、私の本命は6番のプレサージュリフトにしたいと思います。このレースは川田騎手とルメール騎手が同時騎乗しますので、シンプルにどちらかを本命にします。
先週の動画でデータを紹介したんですが、先週はサウジアラビアロイヤルカップと毎日王冠で同時騎乗しまして、データ通りに馬券に絡んできました。これで今年は合計で29レース同時騎乗して、2人とも馬券外だったのは3回のみとなりました。馬自身はどちらとも能力が高くて強い馬なんですが、東京ということでルメール騎手を上位に取ります。今年もルメール騎手は東京競馬場で圧倒的な強さを見せていて、60勝も挙げています。2位の戸崎騎手が33勝ですので、ぶっちぎりの1位の成績です。メインレースに限定すると8勝で、勝率は 33.3%、 副勝率は 70.8% もあります。ルメール騎手は府中牝馬ステークス自体も相性のいいレースとなりますので、今回も信頼できます。プレサージュリフト自身のことを言うと、今年の東京新聞杯後に骨折して、今回のレースが8ヶ月半の休み明けのレースとなります。一度夏に厩舎に戻っていましたので、骨折自体は軽度のもので、競争能力には影響はなさそうです。ここ2週は秋華賞に出走するヒップホップソウルと合わせ馬を消化していて、かなりいい動きを見せていますので、調子は良さそうです。去年の牝馬三冠路線では結果が出せなかったんですが、着差を見てみると桜花賞が 0.5 秒差、オークスが 0.6 秒差、秋華賞が 0.6 秒差と大敗しているわけではありませんので、やはり能力は高いです。クイーンカップではスターズオンアースに勝っている馬ですので、東京の今回はルメール騎手ということもあるので、3着以内には来る可能性がかなり高そうです。今回の出走メンバーはペースが速くならなそうで、逃げた経験のある馬はアンドバラナウトの1頭のみとなっています。重賞で構想している有力馬のほとんどが差し競馬で結果を残している馬ばかりとなっていますので、かなりペースは落ち着きそうです。これならばルメール騎手はおそらく前目で競馬をしてくれると思います。京都金杯と東京新聞杯で高速決着に対応できていますので、距離延長の今回は楽に前目に位置取りできると思います。今の東京の馬場ならペースが遅くなれば先行馬が有利になりますので、粘り込みに期待です。以下は3番のルージュスティリア、4番のストーリア、5番のルージュエバイユ、7番のディビーナ、8番のライラック、11番の新緑化までということで、買い目なんですが3連複と3連単を買います。3連複はプレサージュリフトから6頭に流して、3連単はデータを参考にしてビクトリアマイル組以外の前走連帯馬の4番のストーリアと6番のルージュエバイを1着に置いて、プレサージュリフトを2着と3着にして買います。まとめると3連複の1等軸流しで6番から3、4、5、7、8、11の15点、3連単は1着が4、5、2着に6、3着が1、4、5、7、8、11の2着3着入れ替えで、両2通りで20点、このあたりで資金配分して購入しようかなと思っております。じゃあ2023年府中牝馬ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。